チャオ、僕はゆりこタイガーです。皆さんこんばんは。まだ明るいんだけど、こんにちは。私のチャンネルに戻ってありがとう。今回は実はアニメトーク、私の大好きなアニメトークを話したいと思います。日本と外国のアニメトークは全く違い、何が違いのはアニメが日本に人気のあるものと外国に人気になるものが、なんかちょっと意外と結構違う。僕も日本に来た時にもっとイタリアとかヨーロッパに、あ、なんか人気にあるフィギュアとかなんかグッズを見つかるかなって思ったら、全くって知らないアニメがたくさんが出てきて、あ、やっぱり違うなって思った。で、私は間違いないのために、例えばアメリカとか、まあ、大体外国の方に何か夢のアニメがちょっと調べてきたんです。で、タイトルはちょっと違うかもしれないから、そちらをちょっとこっちで、はい。やっぱり一番人気なのはタタタタタタタン、ドラゴンボール。ドラゴンボールは誰でも知ってる。本当、もうおじいちゃんとおばあちゃんも誰でも知ってるんだ。あの映画館に出たことがあるし、やっぱり放送もしたことあるし、漫画はもう何語なんだろうか、65ぐらいがある、もう作品だ。で、2番目は、フルメタルアルケミスト、なんとか霊式な、なんとか霊、なんか霊気、なんとか霊気な、なんで日本は全然違うタイトル出してるのって。最近がドラマっていうか映画も出たんだけど、それがやっぱり外国にもがすごく人気があるらしくて、まあ逆ですよね。なんか日本っぽいじゃないけど、やっぱり外国人もどういう感じ、外国、日本人が外国に見えるのがフルメタルアルケミストが結構そういう外国っぽさってな感じになるんですよね。で、3番目はデスノート。2008年ぐらいならすっげー人気があって、私も実はあまりミサのコスプレしたんだ。超にすっげーブスすげーブスんだけど、このデスノートはな、なんでこんなに人気にあったんだろう。まあきっとエディティングとオープニングはすげえ面白かったと思う。なんかデスメタルは急にパーってな感じが、やっぱりあの作品が知らなくてもやっぱり見たい。で、そのアニメが結構バイオレンスが入ってたから、例えば放送が遅いとかインターネットしか見れないの作品だったんだよね。まあどっちかっていうとすごくストーリーとかアニメーションはすごく良かったから、それがもう一番ベスト。あとはライティングがなんかベストファンボーイみたいの、なんかみんなあきやってな感じになってたんだよな。で、多分これがあんまり日本に人気がない作品、やっぱり出た、私もすごく大好きです、 DVD がもう買ったんだけど、カウボーイビーボー、知らないでしょ。昔のアニメだけど、カウボーイビーボップはなんか昔と未来の混ざってるのアニメーションですよね。で、結構ストーリーが難しくて、私なんか僕があんまりわからなかったんだけど、結構難しいんだけどデザインとかで、もなんで人気になったののが、あのサウンドトラックが音楽、下の音楽は雑と R&B をイポップのミックスしてる。で、それはすげえかっこいい、すげえがもう踊りてくれ。それがほんとすごくかっこよくて人気になった気がしてて、それと、サムライシャンプー。それが同じ理由で、なんか、サムライんだけどアフロ。サムライんだけどアフロ。で、音楽は、そういうミックスな感じしてて、すごく人気があってた。で、その二つ、特にこの二つの作品が日本に、なんか日本人と話すると、んって何ってになるから、知らないの、めっちゃ人気があったなのにって思って、なんかちょっと寂しいやな。で、その、今、4番 ?5番、忘れた。ドラゴンボールデスノート。フルメタルアルケミスト、ドラゴンボールデスナット、サムライシャンプー、
カーボーイビバップ6番目6番目はまあさすがにエヴァンゲリオン、ザ・動くな天使の手で、これはもう誰でも知ってる、やっぱりカラオケのナンバー1、外国人の中のすごく大人気だ。エヴァンゲリオンがやっぱりデザインとかあのめちゃの話とか、まあそのキャラデザインがすごく大人気だったから、エヴァンゲリオンストアに入ったら大体は半分以上は外国人だ。だからエヴァンゲリオンのコスプレはもうすごく大人気です。でその後はコードギアス、昔のアニメ、それも昔アニメだったんだけど、一番ワンシーズンがすごく大人気で、コードギアスのコスプレイヤーがほんと多かった、イベントで多かった。今の方が多分リーゼロとか、ブリーチとか、もうちょっと新しいアニメが出てくるんだけど、やっぱりコードギアスが出た時にはみんなコードギアス、コードギアス、コードギアスが多かった。で8番目は日本のカルチャーをシェアするのアニメなんだと思う？ナルトだー。やっぱり特に黒人の中がすっごくナルトが大人気、アメリカとか、まあイタリアのもそうだったんだけど、ナルトってなんか、あ、日本の忍者、忍者、ジャパン忍者それがすごく大人気で、ナルトのコスプレがね、まあ確かに結構あった、面白いの方が合ってたんですよね。もうそれが多分一番日本人も分かりやすいだと思うんですね。でまだ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 結構があるんだけど、私のちょっと好きなアニメも一つがあるんだけど、それがね確かに日本に人気ないっていうよりは知らない人がすっごく多かった。話はフリクリで、最近が映画も出たんだけど、15年ぶりで新しいアニメーションが出た、なのに、なんか外国の方が人気があったみたい。人気があったらしい。あと、なんか僕もフリクリがすっごく大好きって言って、春子が、まあ日本人ではないかな、まあ、っていうか、その女の子は、春子みたいに、なりたい。お、なんかちょっとおかしい大人日本人かな、女の子ただそれが日本人と言ったらんってな感じ。やっぱり日本の人気にあるアニメは、特に最近は多分はゴーチューザー、なんか可愛い萌えキャラクター、ラブライブアイドルマスターとか、いや、やっぱりアイドルがね、アイドル文化が外国にそんなにあの文化がないから、あんまり理解ができないっていうか、あ、うん、子供って思われるから、もう完全に考え方は全く違う。多分フェイトが昔からある作品だけど、外国が知ってる人がいるんだけど、ちょっと特なんかオタクしかわからないだと思う。で、その後が、やっぱり日本に結構見るのアニメが、アニメというよりはゲームの方が人気があった。例えば、東宝はね、あんまり見たことない楽譜。私はコスプレやったんだけど。僕がコスプレやったんだけど、外国が、東宝って何？どうやって説明すればいいの？コスプレイベントに行くときが、日本のイベントコミケみたいが、だいたいいつも新しいアニメのコスプレが出てくるんだけど、外国は10年前のアニメはまだ人気がある。だからこっちに来てるの外国人が秋葉原に行ったらそんなにわからない。 あとは一つのすごく忘れたのはワンピースがやっぱりすごく日本と外国の人気差が同じぐらいだと思う。まあ特に自分の国がワンピースすっごく人気で、結構ねおっぱいの力だと思うけど、だいたいなんか毎シーズンがおっぱいが出る、すごく女の子だから、うんって、どうやってあ私もその秘密を知りたいんだ。ポイントがやっぱりその同心時ちょっと間違ってる。同心時、コミック
ック、オッケー、コミック、コミック、オッケー、コミック。コミックがインディスだったら外国にあんまり人気にならない。なんつわかんないけど。で、日本は逆だよね。同人誌、コミック、同人誌。それインディスが逆にすごく人気になりやすい。やっぱりもうコミュニティの中でね、オタクとか。で、外国はメジャーじゃないと、なかなか難しいなーって。まあ僕が本当はアニメが本当好きなので、何でも見る。外国に人気のものもそうだし、日本の人気にアニメになるもそうだけど、皆さんからおすすめがあったらちょっと聞きたいなと思います。ぜひコメントにして、どんなアニメが好きとか、どんなアニメを見たい、おすすめしたいと、あとはいいねと登録をしてください。よろしくお願いします。シャオー。